ロッキー山脈で撮影された画像1972年の昼間火球は1972年8月10日の協定世界時20時29分アメリカ合衆国ユタ州からカナダのアルバータ州上空にかけて地上5 7トルの大気圏内を100秒間に渡って焦天体が通過したことによって発生した火球であるアメリカ時間では14時30分で 多くの人々に目撃され、ワイオミング州のグランドティトン国立公園を訪れていた観光客によって8ミリメートルカメラで撮影された。通過した小天体が石室の隕石であれば計が3メートル、あるいは水性期限の氷天体であれば計は約14メートルと解析されたが、1994年にチェコの天文学者ズデネックセプレハはデータを見直し、 大きさは2メートルから10メートルであったと推定した。小天体の侵入速度は約15キロメートル毎秒で、小天体が100秒間大気圏内にあるうちに800メートル毎秒ほど減速し、宇宙空間に飛び去った。またその際、この天体の軌道は大きく変化した。侵入角がもっと大きければ、隕石は大気の抵抗によって、 速度を失いた気中で爆発したと思われる。爆発のエネルギーや爆発する高度は、侵入角や密度で異なるが、数キロトンのエネルギーであったと推定される。過表は、コリンズらによる概略プログラムによる爆発エネルギーの計算値である。火球が現れるのは稀で、見られる時間も極めて短いので、火球の科学的なデータが得られたことは少なかった。 科学的な研究が行われた事例には以下のようなものがある。ありがとうございます。